はい、今日は治療科辞めたいっていうお話をしていこうと思います。まあこれは今までですね、私が治せなかった方、に向けての動画になってますので、興味がない方とかあんまり、適合しないなっていう方は飛ばしていただいて結構です。バツボタンで閉じてもらっていいんですけども、治療科辞めたいなって思ってた時期ありました。まあそうですね、治療を一番最初、私は保健治療っていう形で、鍼灸柔道整復師っていう形で保健治療をやってました。1回あたり300円500円、まあ高齢者の方だったら100円とかですね、そんな時代からスタートしていって、その時はですね、適当に痛いところを10分ぐらい揉んでたら、まあそれはそれで満足されてですね、喜ばれてたんですね。ただ、その金額から病院内で自費治療をやるようになって、2000円、っていう金額をいただいて治療するようになりました。そこでもまあ、学校で習ったことであったりだとか、自分でちょっと、教科書を見て勉強したことで、それをやってみてですね、効果が出るところも結構あったので、2000円ぐらいでも満足していただけたんですね。それから私は京都の方で自費治療っていう形で、自分でですね、週末とかを使って開業していって、4000円っていうお金をいただいてですね、治療をやっていきました。そこでも、まあ、ギリギリですね、ギリギリって言ったら変ですけども、いろんなセミナーだったり勉強会には行ってたので、4000円でも満足していただいて、良くなった、ありがとうっていう形で言われていったので、これなら大丈夫、これならやっていけんなと思って、札幌、地元の札幌に戻ってきて開業していったっていう経緯があります。こっちに戻ってきて一番最初は7000円でスタートしました。まあなので最初は200円から2000円になって、そこから2000円から4000円ですね。4000円でさらに、7000円までいただいて治療させていただくように、なっていきました。7000円とか、7000円だったらまだ大丈夫でしたね。8000円をいただいた時には結構悩みの深い方が来られて、8000円から今私は1万円って形でさせてもらってますけれども、8000円から1万円の間っていうのはものすごくですね、悩みが深い方、どこに行ってもなかなか解決しなかったりだとか、状態が悪い、手術しかないって言われてる方がたくさん来られます。この時がですね、私は一番しんどくて、治せない方っていうのが、そうですね、10人患者さんが来られたら1人とかはなかなか手出しができなかったり、真剣に治療していっていろんなことを試していってもなかなか治療結果が出なかった、そんな時代がありました。本当に辛くてですね、まあ患者さんの方がもちろん何十倍も何百倍も辛いんですけども、私自身、治療している私自身もですね、自分に価値がないんじゃないかなって思ったりだとか、こんなことをしてていいのかなとか、本当に悔しくてですね、辛くて、まあ治療科をやめたいなと思う時期がありました。こんな治療なら、提供しない方がその人のためなんだなと思って、この治療院もやめちゃおうかなって思った時期ってあったんですね。ただ、まあ、それでも信じて通ってくれる方っていうのがいて、その方にですね、なんかできないかなと思って、今回ですね、東京の方にまた勉強会に行って、いつも治療の勉強会には月に1回ぐらいは必ず行ってるんですけども、今回ですね、とってもいい勉強会に巡り会えて、でその治療をこっちに戻ってきて、その患者さんに、治療させていただいたら、今までもううちに来られてるあの方は多分20回30回って来られてる方なんですね。まあその方が今日ですね、その治療を受けて今日2回目って形で来ていただいて、状態どうですかって聞いたら、いや少し良くなっていったっていうことをおっしゃっていただいて、もう本当に話聞いただけでですね、僕自身の方が泣きそうになって、
いや、まあ、僕は全然辛くないんですよ、その患者さんに比べたら。ただそれでも、もう死にたくなるぐらいですね、きつい、まあきつくはないんですね。まあワクワクもしながら、いやそれでもきつかったんですね、正直なこと言うと。いや、頼っていただいてるのになかなか結果が出せない自分、でいろいろ勉強してきてるのになかなか成果が出せない自分が、まあしょうがないし、しょうもないし、恥ずかしいし、悔しいし、まあそんな中でですね、今回やっと治療結果だったりだとか効果が出てきて、これなら治る気がしますっていう風な形で、いい方向に考えていただけるようになったので、すごくですね、まあ勉強してきてよかったなと改めて思いました。本当にですね、自分自身諦めずに、治療科やめずに頑張ってきてよかったなと思いました。これからもですね、ここまでのレベルになったらまた難しい人だったりとか、また治せない方って出てくると思ってます。それ治療科としてのまあ宿命なのかなと思うんですけども、それでもですね、自分自身諦めずに、治療科をやめずに勉強をし続けて、いろんな知識であったり情報、そして治療技術っていうところも高めて、ずっとやっていこうかなと改めて思いました。治療科の仕事って本当に、いい仕事だなって、改めて思いましたね。まあ、何が伝えたいかっていうとですね、今まで私が治せなかった方、私は顔も名前も、その方の症状もどんな風に辛かったのかとか、私がした治療だとか、そういうのも全部頭にこびりついちゃってます、はい、忘れられないんですね。私は他の先生とかに相談すると、まあ、10人いて8人9人は治せてんだから、そっちの1人や2人にエネルギー使うよりも8人9人の方を大切にしてあげたらどうとかって言われて、まあそれもそれで一理あるのかなと思ったんですけども、私はどうしてもその1人とか2人がずっと忘れられないタイプの人間なので、まあそれに対してですね、いい悪いはあるかもしれないんですけども、今回その、今まで治せなかった方に対するアプローチであったりとか治療のやり方っていうところも学んでいったので、今まで治せなかった方は本当に謝ります。ごめんなさい、申し訳なかったです。ただその方からいただいたお金、私は返金とかはせずにですね、その方からいただいたお金を使って、学ばせていただいて、その方の痛みであったりとかしびれっていうところを治せるように、また勉強してきましたので、もしですねこれを見ていただいて、私の治療を1回受けたけどなかなか治らなかったなっていう方、もう1回チャンスをいただけたら嬉しく思います。はい、すごくわがままなことを言ってるなと思いますし、むちゃくちゃなことを言ってると思いますが、あなたの体を治せるように、また最新の治療技術だったりとか、そういったところを学んできましたので、もう一度私に、チャンスをいただけたらと思ってます。はい、そんなお話が、まあ、今日伝えたかったことですね。はい、治療科いい仕事だなと改めて思いました。生きててよかったなと思いましたので、今までなかなか解決しなかった方は私が力になれると思いますので、ぜひご相談いただければと思います。はい、本日の話は以上です。本日もご覧いただきありがとうございました。